ウェリントン・ルイス・デ・ソーザは、ブラジル・サンパウロ州、オーリニョス出身のプロサッカー選手。J1 リーグ湘南ベールマーレ所属。登録ポジションはフォワード。ブラジル国内では、ウェリントン短期として知られている。2007年、SC インテルナシオナルの下部組織から、トップチームに昇格し、プロのキャリアをスタートさせる。同年に、AD3 カエターの2008年は、 クルーベナウチコカピバリベー期限付き遺跡。2008年8月、ドイツのブンデスリーガの TSG1899、ホフフェンハイムに完全移籍。2009年2月7日、第19節のボルシアメンヒエングラートバッハ戦で、ブンデスリーガ初得点を記録した。2009から10シーズンは、オランダエールディビジの FC、ト2エンテ期限付き遺跡し、リーグ優勝を経験した。 シーズン終了後トゥーエンテは、買い取りオプションを行使せず、2010から11シーズンは、ドイツへ戻りフォルトナデュッセルドルフに期限付き遺跡。2010年12月、ローン期間途中で契約を解除した遺団。2011年からはブラジルに戻りフィゲーレンセーフ C、ゴイアス EC、2012年は c a ネ年制期限付き遺跡。8月に2013年6月まで残っていた。 ホッフェンハイムとの契約を双方合意の下で解除し、対談した。2013年6月、EC ペロタスから、J リーグ湘南ベルマーレへ移籍した。2014年シーズンは20得点を挙げ、J2 得点ランキング2位となり、チームの昇格へ貢献したが、湘南の金銭的な問題により対談となった。再び、ブラジルに戻り AA ポンチプレッタでプレーした。2015年5月、 アビスパ福岡に加入。福岡では J1 昇格プレーオフ準決勝の長崎戦でゴールを決めるなど J1 昇格の立役者となった。この活躍により12月8日に福岡と契約更新。2016年シーズンも福岡でプレーした。2018年ビッセル神戸へ完全一席。4月11日。 第7節の浦和レッズ戦で移籍後初ゴールを挙げた。渡辺千真との2トップで前線を支え、対戦したジュビロ岩田監督の七海博士から、今の日本でトップと絶賛されたが、W 杯中団明けに、渡辺の遺跡もあり、得点が取れなくなり、リーグ終盤には、新加入の古橋通青切にポジションを奪われた。11月24日、 清水エスパルス戦の後半63分に主審に異議を唱え、2枚目のイエローにより退場処分を受けると、その後仲裁に入った清水の GK6 ターン有事を投げ飛ばした。この退場後に行った6ターンへの行為への追加処分は、なく1試合のみの出場停止となったが、出場停止となる試合が、リーグ最終戦のため、この清水戦が2018年シーズン最後の試合となった。 しかし、11月30日に6ターンを投げ飛ばしたことではなく、退場後に看板を破壊したとして、追加で当初の1試合に加え2試合の出場停止処分が下された。2019年シーズンは外国籍選手出場枠の関係でメンバー入りもままならない時期が続いたが、FW ルーカス・ポドルスキの長期離脱等もあり、レギュラーとして試合に出場するも、 夏の補強で DF トーマスフェルマーレンが加入したことがきっかけとなり、再びメンバーから外れる機会が増えた。12月6日にこのシーズン限りでビーッセル神戸を退団することが発表された。2020年2月11日、ボタフォゴ FC への加入が発表された。2020年12月21日、ボタフォゴ FC からフルス湘南ベルマーレンに完全移籍で加入。 2014年以来、7年ぶりの湘南復帰となる、その他の公式戦、ありがとうございます。